こんにちは、島田香織のかおちゃんです。これはコペンハーゲンにある私たちの大好きなレストランなんです。すごくね、落ち着いたいい感じのレストランで、イタリアレストランです。でもちょっと不思議で、今のキリスト様の入り口、これはなんとトイレです。すごく広いトイレにこういう不思議なものがあって、なんかね、楽しくなるレストランなんです。美術館みたいです。さて、今日は例のプチ絵本シリーズで書いているプチ絵本の2冊目を始めます。今日のお話はね、ちょっと可愛らしい少年の、小さな男の子のお話です。これもまた見開き10ページ、8ページだったかな、の短い、本当に短いプチ絵本です。で、実は私はこれ豆本として作ったんです。100冊目指してね、作ろうと思って何センチかな、5センチ ×5 センチぐらいの本当に小さな手に取る絵本を100冊目指して書こうとある時思って、それは私がエジンバラに住んでる時なんですけれど、12、3年前かな。で、100冊は目指したんだけど、75冊ぐらいまで行って、それでちょっとまた引っ越し などしてしまって、途中で終わってるんですけれど、その中の25冊ぐらいかな、結構自分の中でもいいなと思ってるものができたので、それを、改めて原画を書き起こして、ebook として発表しようかなと思って、で、それを始めて、今2冊目です。ということで、今日は、ダムーンというお月様のお話です。お月様と少年のお話です。で、今書いているのは、バックグラウンドを、夜の話、お月様なので、夜の話なので、夜の空間、夜の空間の雰囲気で、まずジェスを塗って、その上に黒のアクリルで今、水を含めて薄く伸ばして描いてます。ではまた説明後でします。ちょっと見ててください。私は本当にジェスをよく使うんですけれど、バックグラウンドを描いたりするときには特に、いい感じでできるので、本当によく使います。今やってるように薄く水をたくさん含めて色をのせて、それを余分な、ね、水をタオルで取ったりして、本当に薄く伸ばして
行くと、その雰囲気、なんていうのかな、質感がねすごくよく出るので、アクリル絵の具で、薄く伸ばして複数の色を重ねていくとね、本当に面白い効果的な質感を出すことができるので、私は本当に、バックグラウンドを描いたりする時などはもう手放せません。で、今日は夜の風景だけなので、全てのページに多分この感じの、この感じの紙をまたコラージュを今回はします。で、そのこの紙を作って、その後またチョキチョキペタペタしながら作っていくんですけど、そういう時にね、もうジェスソ本当に便利で、私は大好きです。ジェスソの会社の人じゃないけど、ジェスソ本当におすすめです。今度は黒、薄く伸ばした黒の上に、薄く、イエローオーカーという色を重ねます。今日は小さなサイズの紙に書いているので、手でやったりもしてますけれど、大きな紙の時は手でやると本当に手が痛くなってしまって、指紋がなくなってしまうぐらい本当に激しい作業になるので、私はスポンジとかね、よく使います。スポンジ結構これに適してます。水もね含めるし、で水を取るときも簡単に取れるし、そう、今ねちょうどスポンジがないので手を使ったりタオルを使ったりしています。今度は少しだけ茶色、色のもう少し濃い茶色をね、足したいんですけれど、私はアクリル絵の具で色の、なんて焦げ茶みたいなダークブラウンを持ってないので、赤と緑を足しながら茶色をちょっと作ってるんですけれど、少し赤が多いかなと思って、もうちょっと赤みの少ない方がいいんだけど、なんで茶色がないんでしょうね。セットで買ったと思うんだけど茶色もないです。でも私ね、まあこんなの絵描きさん普通なんだけど、色を作るな、色を作るのは得意かな。何と何を合わせて何をどんな色を作るとか、そういうのは感覚的に分かって、その色を作る作業っていうのも私は好きな工程の一つです、絵を描く時の。だから原色をそのまま使うっていうの昔はね本当に好きじゃなくて、原色を使いたくない、原色は使わないっていう変なこだわりがあって、いつも色混ぜてました。そういう時がありました。だからそんな時に微妙な色を作る特技みたいのは、特技じゃなくて微妙な色を作ることが得意になったのかもしれません。微妙な色とかね、なんか微妙とか言葉も好きだし、なんかはっきりしてるっていうより適当なのが好きですね。適当っていう言葉とても好き。
メラの設定が悪くて、書いているところが動画にあまりよく収まっていませんけれど、さっき塗ったものを裏返しにして、ビルを街の風景を描いています。あ、街の風景というかビルの型を今描いています。これを切り抜いて、夜の街の風景にしていきます。この型を切っていきます。私はチョキチョキペタペタするのが大好きなので、特に切るのがすごく好きなのでハサミで、なのでハサミをたくさん持ってるんですけれど、今ちょっと手元にいいハサミがないので大きなハサミで切っています。いいハサミもいろいろあって、以前どこだったっけな、日本橋だったかな、刃物の専門店というところで小さなものを切る用のハサミを買ったんですけれど、いくらぐらいだったかな、5000円ぐらいしたかな。私普段高いものを買わないんだけど、画材には結構お金を使ってハサミに5000円も出してるんですけど、もう本当に細かいものがよく切れて、それはそれは素晴らしいハサミで、今ちょっと手元にないのでこの大きなハサミで我慢してるのですけれど、本当あのハサミが今欲しいなと思っています。
はい、切れました。一つを切って二つの街の風景ができました。で、これを使って一番初めのページの絵を作ります。一枚切って二つ逆さまになったので二つのビルができた。これはちょっといいアイデアでした。ということで今日はここでやめます。今日も本当に見てくれてどうもありがとうございました。嬉しいです。ではまた明日。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。